タートマーシャルでございます。さあ、それでは行きましょう。予選第2ラウンドの第2ヒートスタートいたします。さあ、綺麗な1周目、トップは藤橋選手、そして2番手に高野選手、3番手大野選手というオーダー。さあ、スタートして30秒を経過したところ、依然レースでは川崎に舞う藤橋選手、現在コース中央部ホワイトとグリーンのカラーリングのマシンですね。藤橋選手、先ほど第1ラウンドは暫定7番手の選手、ここはぜひともポジションアップしたいところ。おっと、これ転倒、トップ変わって高野選手前に出た黄色いマシン。残り時間1分です。さあ、トップから3番手までが急接近、黄色、グリーン、オレンジ、バックストレートの3台が現在トップ3です。残り時間40秒、高野選手が現在レースリーダー、ベストラップ11秒720。残り時間30秒です。残り20秒切っています。高野選手、現在8周クリアして9周クリアして10周目に入ってきました。走行時間残り5秒、ここで2分経過しました。4コースゴール、2コースゴール、3コースゴール、1コースゴール、全車ゴールです。トップゴールは4コース、高野選手、手ください。はい、10周2分01秒860でフィニッシュです。お疲れ様でした。